人だ。サッカーでは、自分たちのゴールにボールを入れることをオウンゴールって言うんだけど、韓国さんには、オウンゴールキーパーなるものが存在してるんだぜ。自分たちのゴールに向かってボールをぶち込むバカがいるの？っていうか、今回解説するのは、まさかサッカー選手。確かに韓国さんはスポーツでもかなりやらかしてるけど、今回紹介するのは韓国しくじり兵器の一つ、軍艦だ。これはかなりヤバい兵器で、しくじり四天王に匹敵する猛者だぜ。なるほど、どんなものか、お手並み拝見といこうじゃない。よろしくお願いします。今回解説するのは、特等級揚陸艦。これは、韓国海軍の強襲揚陸艦の艦級なんだけど、揚陸艦であると同時に、水陸両用作戦や、戦争以外の軍事作戦の指揮官としての活動も想定されている軍艦だぜ。いろんなことに使えるのね。つまり、しくじる機会も多い、と。まあ、しくじりについては後々な。設計にあたっては、インインシブル級航空母艦を手掛けた、イギリス、BISEMA 社の協力を受けて、国内で初めてシミュレーションベースの設計技術を適用したんだ。これは、コンピュータ、シミュレーションによって、実際の建造前に問題点を分析、改善する科学的な方法で、乗組員や上陸部隊の移動経路とか、各区画の配置、施設運用なんかのシミュレーションを適用して、最適の設計を導き出すことに成功してるぜ。そんなことされたら、問題箇所がなくなっちゃうじゃない？どうしくじればいいのよ。いや、韓国さんは好きでしくじってるわけじゃないんだがな。本級は上甲板、第一甲板を全通させた、いわゆる全通甲板型の艦型を採用してるぜ。船体は3層の甲板から構成されていて、第二甲板は飛行甲板と格納庫の間に挟まれたギャラリーデッキで、大部分は司令部区画と居住区画で占められてるんだ。その下は第3、4甲板と、甲板2層分の高さを確保していて、全部から管理まで全通した車両甲板兼、格納庫になってるぜ。あと、その最後部はさらに1甲板分低いレベルになってて、艦艇の船尾、喫水船直上に設置されるデッキ上のドック式格納庫のウェルドックになってるんだな。ほうほう、それで、他にはどんなのがあるの？まだまだあるぜ。主機関としては、SEMT ピルステク製の 16PC2.5STC 中速ディーゼルエンジン4機を、2機ずつに軸に配備した CODAD 方式が採用されていて、機械室は前後に区画にシフト配置されてるんだ。あと、揚陸艦としては珍しく、航行時の船の揺れを抑えるフィンスタビライザーを装備し、航行しながらの機動揚陸船に対応していて、電源としては、始発電機を4機搭載してるんだな。他の軍艦にはない装備がある。これは注目すべきしくじりポイントになりそうだわ。他の国ならまだしも、韓国さんがやってるとどうしても不安になるぜ。航空運用機能なんだけど、これは上甲板、第一甲板が全通飛行甲板になってて、CH-53 級の大型ヘリコプターでも発着可能な強度が確保されてるんだ。さらに、甲板上には5つの発着スポットが作られてるぜ。ヘリコプター、まさかスリオン先輩が。さて、どうだろうな。あと、甲板には垂直、短距離離着陸機の運用に必要な耐熱対策が施されているから、将来的にはその運用が想定されているとの説もあるぜ。エレベーターは前後に2機設置されていて、いずれもインボード式なんだ。上甲板、第一甲板と第三甲板に繋がっていて、全部エレベーターは格納庫内に。将来的に想定ねえ。その日が来ない予感がするのは私だけかしら。安心しろ。私もそうだが、この動画を見てる韓国しくじりソムリエの視聴者様も同じことを思ってる。格納庫としては、第三甲板前方に、CH-60 やリンクスみたいな汎用ヘリコプターを、に、3機分のスペースが確保されてるぜ。あと、その後方の車両甲板を格納庫に転用した場合、合計で約10機を搭載できるようになってるんだ。車両の代わりにヘリコプターを入れれば、それくらい搭載できるのね。結構広い感じがするわ。そうだな。搭載機としては、UH-60B の他に UH-1H 汎用ヘリコプターが使われてきたんだけど、海兵隊に国産の MUH-1 が配備されると、これも搭載されたぜ。MUH-1? なんか似たようなのを聞いたことがある気が。それもそのはず、MUH-1 は、
陸軍なんかに配備されてきた KUH-1 こと、スリオン先輩の海兵隊向け派生型マリモンのことだからな。2018年1月10日に1、2号機の引き渡しが行われて、海兵隊は2023年までに28機導入する予定だぜ。で、出たわね。スリオン先輩の弟分だわ。しかも28機も導入するつもりとか、最強ね。また墜落するんだろうな。互換装備については、1番艦と2番艦の間では大きな差があるんだ。例えばレーダー。これは1番艦だと、長距離捜索用に SMARTL、低空警戒、対水上捜索用に MW8 が搭載されていたんだけど、2番艦では、それぞれイスラエル製の ELM2248MFSTAR と、国産の SPS550K に変更されてるんだな。そうなのね。他にはどんな違いがあるの？他にも、1番艦では、RAM 近接防空ミサイルの21連装発射機を1機と、ゴールキーパー30ミリシウスを2機備えていたのに対して、2番艦では、シウスはファランクスに変更されて、近接防空ミサイルも国産化されたぜ。スペックとしては、これまで紹介してきたしくじり兵器たちと同じようにすごい雰囲気はするわ。雰囲気だけな。ここから盛大にしくじっていくのが韓国産のしくじリストたちだから、心して聞けよ。ここから独島級揚陸艦のしくじりっぷりが見られるのね。よろしくお願いします。ここまで独島艦のハイスペックぶりを解説したけど、今までしくじリンピックで活躍した、しくじリストの例に漏れず、この軍艦もかなりの強者だ。そのあまりのしくじりっぷりに、長期修理のためドップ入りしてしまったことから、パレード艦やイベント艦とすら言われたくらいなんだな。もはや兵器扱いされてないじゃない？兵器という枠すら超えてしまうそのしくじり欲はとんでもないわね。もしかしたら、しくじり四天王に匹敵するか、彼らを超える逸材かもしれないぜ。最初のしくじりポイントは、レーダーにゴースト、虚偽の目標、が映ることだ。配備約1年後の2008年10月、ハンナラ島のキム、ヨンウ議員は、レーダーの設置位置が悪く、電波が甲板に反射して、モニターにゴーストが発生するという、致命的欠陥が試験評価の過程で発見されたことに気づいたぜ。つまり、存在しない標的を捉えちゃうってこと？その通りだ。この欠陥は4度にわたって修正してみたんだけど、努力も虚しく、数個のゴーストが表示される欠陥は治らなかったぜ。このままだと、実戦ではゴーストなのか、本当の敵戦闘機なのか、ミサイルなのか、見分けがつかないことになるから、とりあえず何か怪しいものを攻撃することしかできないんだな。それじゃあ味方すら攻撃しかねないじゃない？なんて使えないレーダーなのよ。安心しろ、霊夢。実は、攻撃すら不可能なことがその3年後に明らかになるんだぜ。次のしくじりポイントは、味方を裏切る機関砲をオンモール。独島艦は、敵の戦闘機や対艦ミサイルを自動的に撃ち落とす。レーダー連動のオランダ製大口径機関砲ゴールキーパーを搭載しているんだ。これは、西側標準の口径20ミリより威力の高い口径30ミリのゴージャスな機関砲なんだけど、韓国海軍首脳部はその据え付け位置を根本的に間違っていたんだな。そんなミスする？まあ、韓国産だからやっちゃうのかしら。これは本当にひどいんだ。2011年9月に、守りの要のゴールキーパーを諸外国の艦より、艦中心に近く、しかも高い位置に設置したせいで、後部甲板が射界に入るというしくじり仕様だったことが判明したぜ。つまり、迎撃スイッチを入れれば、後部甲板に駐機している自軍の搭載ヘリを、甲板もろともオートマチックに操作してしまうってわけだな。なるほど。これがオンゴールキーパーと言われるゆえんなのね。まさか味方を攻撃する仕様にしてるとはな。これには韓国しくじりソムリエの視聴者様もドン引き、もとい歓喜だぜ。そもそも、敵の攻撃をことごとく防ぐっていう期待を込めて、ゴールキーパーと名付けられているのに、味方を攻撃しまくるんだからな。けど安心しろ、霊夢。次のしくじりポイント、それは、そもそも独島艦には搭載するヘリコプターがないことだ。は、さっきヘリコプターが搭載できるとか言ったばかりじゃない？なんでそんなことになったの？これには理由があるんだな。海上を飛ぶヘリは、高度な塩害対策を施さなければならないんだけど、そのことを理解せず、無謀にも国産化に挑戦して失敗したんだぜ。
独闘艦本体で5000億ウォン、約470億円、と予算をかけすぎたことも響いて、外国勢を導入することもできなかったんだ。ヘリを運用しないなら、広い平甲板なんてただのお飾りだな。軍艦なんだから当然、海に出るわよね。それなら塩害対策は必須なのに、何もしなかったの。残念なことに、そういうことだぜ。お金だけかければいいものができると勘違いしてるんだな。それにさっき、独闘艦はパレード艦とかイベント艦なんて言われてるって解説したけど、実はそれすらもできないことになってるんだ。どういうこと？じゃあ、この軍艦は一体何ができるの？しくじることだけは、一分の隙もなく完璧にこなせるぜ。しくじってばかりの兵装を持つ独闘艦だけど、図体が大きくて見栄えだけは良かったから、カンカン式みたいな行事には主役としてよく登場していたんだ。そんな浮かぶ広報室とも言うべき役割は果たしてきたんだけど、その程度の活動すら不可能にする驚愕の事件が起きるんだな。ただ海上を走ることすらできなくなったっていうの？一体どれほどのしくじり力を秘めているのかしら。もう普通のしくじりスカウターならボンって爆発してるぜ。2013年9月10日午前10時40分頃、軍の記念イベントに参加するべく航海を航行していた独闘艦の発電室から火災が発生するんだ。発電機2機のうち1機が焼けて、残る1機も消火の際に水をかぶって故障して停止する羽目になったぜ。作業員が修理をしたものの努力むなしく、独闘艦はそのまま漂流するというとんでもない事態になったんだな。軍艦が漂流って、エンジンが壊れた漁船とかじゃないんだから。航行不能になって漂流する漁船なんかはニュースとかでたまに見るけど、軍艦がそうなるのはなかなかないな。そもそも戦争が起きると敵からの攻撃を受けて、問題箇所の発見と修理が当たり前のように発生するんだぜ。それなのに、何も起きてない平和な状況で、ここまでのしくじりっぷりを見せるんだから、兵器としては論外だな。争いのない現代ですらこのありさまなのに、戦争が起きたらどうするのかしら。問題の原因を解明して、早めに対策しないとね。まあ、原因が何かはもうわかってるんだ。もう大体の予想はついてるかもしれないけどな。いつものやつでしょ。それじゃあ、原因の解説どうぞ。原因はもちろん、韓国さんが手掛けたから、という他はないぜ。漂流の原因なんだけど、独闘艦に積んである発電機4機は、火災の5ヶ月前に、艦の姿勢を変えるためのバラストタンクの操作をミスって、海水を艦内に流入させちゃって、2機を浸水で壊していたせいなんだ。え、4機のうち2機って、半分がイカれてるじゃない？だけど、一番イカれてるのは他でもない、韓国産自身だった。普通はこの2機を修理してから出航するんだけど、海軍は2機を修理工場に預けたまま、残り2機だけで大丈夫だろう、という都合のいい妄想で運用を続行していたんだ。そのせいで、漂流した後、他艦に曳航されて港に戻った独闘艦は、直後の9月15日に行われた、インチョン上陸作戦記念日式典に欠席する羽目になったぜ。あらら、でも大切な式典っぽいけど、欠席して大丈夫なの？問題ないだろ。神仙上陸作戦は、朝鮮戦争での最大の勝ち戦だったんだけど、実際に戦ったのは韓国軍じゃなくアメリカ軍だったしな。アメリカさんの手柄をあたかも自分のもののように扱う式典だし、そんな大切じゃないんじゃないか。それもそうね。韓国さんが自国自慢するだけの式典なら、別にいっか？この独闘艦の修理完了は、当初の見込みだと2014年4月と伝えられていたんだけど、これを信用できると仮定すれば、修理期間は半年以上かかるな。ただ、最大のしくじりポイントはそこじゃないんだ。ここまでしくじっておいて、まだ余裕があるというの。一体どういうことかしら。どこの国でも常識なんだけど、軍艦は同型艦を最低2隻、普通は3、4隻くらいは建造するものなんだな。これは運用上、最低限の条件と断言してもいいくらいで、艦艇は、数年に一度、数ヶ月間はドックに入って整備や修理をして、内部の機器なんかを最新のものに換装していく必要があるんだ。そんなに作らなきゃいけないの？なんでまた？例えば、3隻建造するとしよう。速度なんかの性能が同じ、同型艦2隻で1船体を編成する一方で、
残り1隻は修理のためにドック入りっていうローテーションを組めるからなんだ。どの海軍も、ドック入りしている間は、その艦は作戦に投入できないのだから。内も同じと考えて、戦力に穴が開くことのないように同型艦を複数建造して運用してるんだな。なるほどね。同じ艦をずっと使うわけにはいかないのね。そういうことだぜ。ドクト艦の場合も、当初は同型艦3隻を建造する予定で、2番艦をマラド、3番艦をペクヨンドと、名前まで決めていたんだけど、予算不足で3番艦は計画廃止。2番艦は、2013年12月に、予算10億ウォン、約9440万円、が認められはしたんだけど、完成するのは2020年以降で、戦力化する20年代後半ともなれば、独島艦は完成約20年にもなるんだ。そうなると、どうなるの？ただ遅れるだけなら、最大のしくじりとは言えなくない？と、思うだろ。例えば自衛艦の場合、25、30年で退役するから、2番艦ができた頃には、独島艦はお役御免も間近という状況なんだ。つまり、作るのに全然間に合ってないって言えるのが、独島艦最大の問題なんだな。なるほど、2番艦ができる頃には1番艦が引退するから、結局1隻しか残らなくなるんだわ。その通りだぜ。軍艦は1隻で運用するものじゃないっていう基本を理解できてない上に、ヘリコプターはないし、レーダーも信用できない。さらに、肝心な時にちゃんと動くのかどうかも怪しい上に、スペアすらない。これが独島艦というしくじり兵器の全貌なんだ。すごい、まるで使えないわ。大金破壊で意気込んで作った挙句、できたのは超しくじり兵器。これは確かにしくじり四天王レベルね。これからは、しくじり後英傑になるかもしれないぜ。まあ、韓国しくじりソムリエの視聴者様からの判定にもよると思うけどな。そうね、しくじりんピックである以上、審査員の方々の判定は大切だわ。私は10点満点をあげたいけどね。以上で本日の解説は終わるぜ。今回の動画はいかがだったでしょうか？面白いと思ってくれたのならば、高評価、チャンネル登録をして、応援してくれたら嬉しいです。ここまでのご視聴。